どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。12月2日、今日の歴史3分講座。天下一短気な武将と天下一気長な武将。本日12月2日は細川忠興さんの命日でございます。まあ、忠興さんは去年の大河ドラマ麒麟が来るで、まあ、少しだけね登場しましたけども、明智光秀の娘のガラシャさんの旦那さんですね。でお父さんは細川藤孝、まあ、細川雄斎さんですね。で信長に仕えて長男の織田信忠の忠という字を一字もらって細川忠興と名乗りまして、で本能寺の変の後は明智光秀の親戚でしたけども、細川家は光秀に味方せず、その後秀吉の家臣となりますね。で秀吉の死後は徳川家康に仕えるようになりまして、江戸時代には小倉城を与えられて大名となり、でその後清正の息子の加藤忠広が改易になったということで、小倉から熊本城に移りまして、そこからずっと幕末まで熊本藩の細川家が続いてますね。でそんな忠興さんなんですけども、実はですね、天下一気が短い短気な男だったらしいんですね。まあ、確かにそういった類の逸話はいくつか残されてまして、例えば忠興さんの愛刀だった河川兼定という美濃の刀工関兼定によって作られた刀は、気に入らない家臣をすぐ切った刀で、切った人数が36人になって、平安時代の和歌の名人の36箇線とかけて河川兼定と呼ばれるようになったとかっていう風に伝えられてますよね。でまあ短気とちょっとずれるかもしれませんけども、忠興さんは奥さんガラシャへの愛情が凄まじくて、かなり嫉妬深くてヤンデレキャラみたいな感じでもおなじみですよね。でこれ確かにまあネットで調べるとすぐ短気とか気が短いっていうの出てくるんですけども、このね元となったね資料があるんですね。それが茶道始祖伝書と言われる資料ですね。でまあこれ国会図書館のデジタルコレクションで見られるんですけども、大和の国奈良県の商人、まあ豪商ですね、漆を塗る商人だった松屋さんの松屋久重さんという方が、自分の家に伝わる伝承として、まあ茶人でもありましたので、茶道界の4人のレジェンドを資料にまとめてるんですね。で4人というのは千利休と、まあ、細川忠興さんと、あとは古田織部と、そして小堀遠州ですね。まあ、細川忠興さんと古田織部は利休七哲に数えられている利休さんの弟子で、小堀遠州さんは古田織部の弟子ですね。その4つの伝書の中の三歳行伝書前に登場しますね。でこの三歳というのは細川忠興さんの号ですね。自ら名乗ったニックネームみたいな感じですね。でその資料にですね、こんな逸話がまとめられてるんですね。ご紹介しましょう。与一郎殿は天下一短き人、氏郷は天下一長き人なり、これを互いに朝夕見られ候あば、少しは治り申すべく候とて、双方の内衆取り合いを言う、随分地因は召され候、去りながら短きを見てはこれはならず候こととて、氏郷はいよいよ長くなるなり、長きを見ては気の毒とて、与一郎殿はいよいよ短くなりくたびれしとなり、とこうあるんですね。これ面白いですね。まあ、与一郎というのは、これは細川忠興さんの通称名ですね。で、氏郷と登場しましたが、この方も利休七哲の一人に数えられてます、信長の娘婿で、キリシタン大名でも知られている、蒲生氏郷さんですね。まあ、この二人が非常に対極的な、対照的な性格をしてたということで、細川忠興さんは天下一短き、まあ、気が短い人だと。それに対して氏郷さんは天下一気が長いんだと。ただね、もちろん気が短すぎるのも困りますよね。何でもかんでも怒られ手打ちにされたら大変ですから。で一方気長な方はいいかなと思うけど、まあ、上司としてはね、ちゃんと怒るところは怒ってほしいし、あまり寛容すぎても家が閉まらないかもしれませんよね。なので2人を一緒にいさせて仲良くさせれば、中和するじゃないですけども、少しは良くなるんじゃないかと、改善するんじゃないかということで、双方の内衆お互いの家臣たちが話し合いをして、朝と夕方に会ってたんでしょうかね。なんかお茶でもしてたんでしょうか。で随分と仲良くなったと、まあ、非常にめでたいですが、蒲生氏郷の方は細川忠興の短きを見て、短気なのを見て、これはならず候ことだと、これはダメなことだというふうに思って、氏郷さんはますます気長な性格になってしまったと。で一方細川忠興さんは気長な蒲生氏郷を見てですね、これは気の毒だと感じて、かわいそうなやつだと思いまして、与一郎さんはますます短き、まあ、短気になってしまったと。で最後くたびれしとあるので、まあ、短気になりすぎて与一郎さん細川忠興が疲れちゃったのか、まあ、もしくはその相手の氏郷さんが疲れてしまったのか、まあ、さらには読み方によっては、二人の間を取り持とうと頑張った家臣たちが全然求めてた結果と違うとこに行っちゃったというので、くたびれたようにも感じますね。この逸話面白いですね。で単純な軍記物と違って、二人と接点のあった
松屋に言い伝えられてることをまとめてますので、おそらく二人にはそういった特徴があったんでしょうね。なんでしょうね、この昔話のようなイソップ物語にも登場してきそうな話ですね。武将たちのこういった可愛い逸話ってなんだかほっこりしますね。以上、12月2日今日の歴史3分講座でした。今日の一日、頑張れ歴史。